皆さんこんばんは、原田ゴルフ原田周平です。番組の始めにご案内ですけれども、公式の LINE の登録をお願いいたします。5大特典がありますのでね、無料ですからよろしくお願いします。あと東京都のレッスン会が2月27日から始まります。多摩地駅徒歩4分、多摩空ゴルフです。ぜひお待ちしてますのでよろしくお願いします。それで今日のテーマは肩の入れ方っていうのをお話したいと思います。なんでかっていうと、肩が全然入らない、肩を入れたいそう思ってるのに入らない方ってたくさんいらっしゃると思うんですね。肩を入れたいと思って入らないで、なんか肩が入ったらうまくいったっていうすごいこう成功体験があるわけなので、肩がすごい入ったと。で実際そこから打ちに行くとしっかりと、あ、打てた、やっぱり肩って入れた方がいいんだと思って、ブイン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 肩を入れようとする人、もちろん正しいんですけれども、これをやりすぎるがゆえに当たらなくなっているというね、方がとっても多いと僕は思います。なので本当はそんなことはないんだと、肩はそんな入れなくても入っちゃうんだよ、このねロジックを今日話します。これ分かると、あ、俺肩入れてたんだと、別に入れる必要ないんだ、簡単に入るんだ、そういうね、技というか感覚を今日は皆さんにお教授いたしますので、ぜひ見てみてください。肩が入る感覚って何なのかっていうのを一緒に共有してみましょう。これは何か、左を向くことです。やってみます。皆さんもやってみて。これだけです。えって思うでしょ。そのままほら肩入ってますね、はい、じゃあ逆に振り抜きの方は何か、右を向くことです。ほら、そしたら右肩入ってますね。なので首がどう動くかっていうことがとても大切なんですよ。肩入れようと思ってこうやって押し込まないでほしいんですよ。じゃなくて首が逆に動くだけ、これだけでバックスイングっていうのが決まるんですよ。なので構えてバックスイングした時に首が左を向くだけで、振り抜いたら逆を向くと、この動作だけで全然構わないでね。じゃあね、この動きを、よりちょっと、じゃあテイクバック側で解説しましょう。でまずテイクバックはどういう感覚かというと、構えて、いきなりこっち向いちゃうとそれはまずいですね。まずは練習としては1回右を向きます、ね、右を向いてから左を向いてください。これだけです。もう一回です。右を向いてから左を向く、そして打つ、これだけですね。そうするとだんだん右を向く左を向く、その時にクラブ上げてみてください。そうするとだんだん肩が入る感覚わかります。それにちょっと腰の動きも入れてあげると、右向いて左を向く、こういう形になる。どうでしょう、これだけでこういうふうに首の動きと胸の動きが逆転にするんです。そうするとめちゃめちゃシンプルにコンパクトに軸が安定して肩が回るということになりますね。ここの動きと体の動きの分離なんですね。これだけで肩っていうのはきれいに入るわけ。振り抜きの方も同じ。振り抜きの方は左を向いてるところから右を向くってこと。ちょっとやってみます。左を向いてるところから右を向くだけ。ちょっとやってみます。左を向いて右を向く。左を向いて。これはダウンスイングの感覚ですよ。バックスイングの感覚じゃないですからね。バックスイングでいきなり左向かないで。まずは右向いて左を向いて、そしてまた右を向くということですよね。要はね、常に胸向きと体の回転は逆なんだっていうこと。そうするとめちゃめちゃ入った感覚になるんですよ。入った感覚は入ってるわけ、これでいいんですよ。これをどうしても皆さんこのまんま行くんで、こういつまでになっても肩入んない感覚になるわけで、入んない入んない入んない、あ、ここかっつって当たって、おかしいな、この間肩入ったら飛んだのになってこう悩むんです。でもそれは首とのこう入れ替えができているから
あ、入ってる感覚になるんだよ。こうなってたら入ってる感覚ないんですよ。あ、もっと入れてやろうと思っちゃうわけね。なのでここの首周りをリラックスさせるってことがめちゃめちゃ重要だっていうことがこれでお分かりだったと思います。なので練習、今まで分かりましたね。だから常に練習方法は2つ、バックスイング側とフォロー側、ね、バック側もう一回まとめると、構えてまずは右を向く、そして左を向く、そしてまた右を向くっていう、この3つの流れでいきますね。右向く、左向く、右を向く、そしてフィニッシュ。この流れをまず理解してください。同じ方向にならないようにっていうことをまず意識してください。でそこが分かってくれば、非常にこう体の入る感じが分かります。でちょっと注意点だけ言っておくと、やりすぎ注意点、やりすぎ注意っていうのはもう特に残す方で、ね、残す方をこうやってずっと首を残し続けるとこう首おかしくなっちゃいますから、あまり、最後まで残そうとしない。どのぐらいかっていうと、クラブがこの降りてくるこの位置ぐらいですね、フォロースルーがちょっと抜けたところ、ここまで抜けたらもう十分ほら顎の下に入ってますよね。なのでここからは最後まで回ってください。ここからは最後まで、これをある程度首痛く痛めちゃったら困りますから、最後のところはここは最後までもうパッと目標を向いてあげるような形で、あんまり我慢する必要はない。ここはね、きっちり覚えておいていただくと、まあ、ちょっと軽くあと練習方法一つ、片手で振るとき、片手でちょっと振る練習でやってみましょうか。バック側では右の首筋を伸ばしてください。こうやってね、右手で右を向いてから右の首筋伸ばして打つ、そういうイメージ。もう一回います。右を向いて左を向く、この首筋伸びます。右を向いて首筋伸ばして、これでいいですね。で左、これは右を向いて左を向いて右を向く、こういう感じですね。右左右ですよ。右左右、これと腕の動きをつなげていくと肩が入った感覚になります。なのでここからこんなんでいいんですよ。あとちょっと腰が入ればもう十分、体が回ってるのと一緒ですから、このぐらいの感覚を右手と伸ばして、ここの首筋こんな感じですよ。右向いて左向いて右向く、ここが伸びる感じ。そしたらこうフィニッシュ。そうするとしっかりと肩が入った感覚になると思います。はい、ということで、今日のまとめ、ここを動かせば肩が入ってるから感覚になるので、こうならないようにしっかり首筋をストレッチしてください。これすごい重要。それで、スイングしていきます。構えて、残ってるとこは残ってる、でも残さなくて全然構わない。ちょうどインパクトゾーンだけイメージしてあげて、あとは通常通りのスイングで頭は最後まで突っ込んでっていいです。バックスイングは残ってる。今度左向いてますかね。右を向いて左を向いて、残ってるときは右を向いてる感じ。この流れで打っていくと、はい。ということで、今日は肩の入れ方っていうね、ちょっと首とのつながりっていうのを、ね、お話したんで、これぜひね
練習してみるとめちゃめちゃ入った感覚っていうのを理解できます。これが本当の軸を安定させたスイングということになります。ぜひここ練習してみてください。ということでこのチャンネルは私のレッスン経験を毎日公開しているチャンネルですね。チャンネル登録、コメント、高評価お願いします。あと、田町でのレッスン会2月27日からスタートします。ぜひね、定期的に行きますんでよろしくお願いします。あと公式 LINE でいろんな情報、5大特典あります。登録してみてください。で今日はこの辺で、さよなら。ぜひ LINE 公式に登録していただいて一緒にゴルフライブをですね、楽しんでいきましょう。 LINE 登録方法は動画下の動画説明欄に貼り付けてある LINE URL をタップしてみてください。詳しい特典の詳細を見ることができます。それでは私の LINE でお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それではよろしくお願いします。